ドアノブは、ドアを開閉させるための取っ手である。ドアハンドルとも呼ばれる。ノブを回転させることによって、ドアとドア枠を結びつけている空状が外れ、ドアが開くようになる。握って回転させる動作が必要となるが、高齢者など、この動作が困難となるものが利用する施設や、住居などでは、レバータイプのドアノブが設けられる。ドアの施錠機構を内蔵するものもある。 接触による感染を防ぐため、病院などでは銅など抗菌性のある素材が使われることがある。2013年11月21日、カナダのバンクーバー市はバリアフリーの観点から新築の建物へのドアノブ設置を禁止したことを発表。部屋の使用者が他のものに意思を表示するためのものとしてドアノブサインがあり、これはドアノブにかけて用いられる。 企業の会議室などでは空室と使用中を印刷したもの、ホテルの個室などでは操縦してくださいと起こさないでくださいを印刷したものなどが用いられる。映画のドアを破壊する突入場面においてしばしばショットガンでドアノブを撃ち抜くシーンが描かれるが、施錠機能を無効にするためは蝶蓄を打つことが確実である。一方、窃盗のために 屋内へ侵入する手法の一つには、ドアノブの周囲をくり抜き施錠機能を無効にする、腰板破りという手段がある。ありがとうございます。